はい、こんにちは。睡眠専門医の厚みです。今日の動画は不眠症のお話。睡眠薬で眠りが浅くなるというお話をしてみます。睡眠薬は安全だという方も危険だという方もいますけれど、そのどちらの方も結構勘違いされていることが多いのが睡眠薬の眠りに対する効果なんです。 あなたも睡眠薬を飲めば眠りは深くなるって思っていませんか実は実は睡眠薬、特に昔から使われているタイプの睡眠薬には眠りを深くする効果は全くないんです。これを理解するためには僕たちの脳の活動を見る検査、脳波検査の画面をご覧いただくのが早いと思います。まずはこれ。睡眠薬を 飲んでいない方の睡眠時の脳波です。専門的な言葉で言うと、飲んでむ睡眠第2段階なんですが、ま、そこまでわかんなくても大丈夫です。ポイントはこの次なんです。はい、これ。2枚目は睡眠薬を飲んで眠った時の脳波です。一見してなんか騒がしい感じの画面になったのがお分かりでしょうか 波の数がひどく増えて、波の幅もなんだか狭くなって、ところどころにゲジゲジみたいな、とんがった印象のする波が混じっているのがお分かりになるでしょうか実は一言で言うと、これ、起きている時の脳波に近い形をしているんです。患者さん自身は眠っているつもりなんですが、脳波は起きている時の形に近いようなものになっているんです。 ちなみに、もっと深い眠りの時、ノンレム睡眠、第3段階では、こんな風にもっと幅の広い大きな波が出ることが多いんですが、睡眠薬を飲むと、こういった幅広の波もほとんど出なくなってしまいます。もちろん薬を飲んでいる時の睡眠が本当の意味で浅いのか、あるいは深いのか、というのはまだよく分かっていないんですが、脳波の形だけを見ると、少なくとも 深い睡眠をとっているとは全く言い難いんですよね。えー、睡眠薬というのは不安をとったり眠くはさせてくれるんですけれども、決して睡眠の質を良くしているというふうには手放して言えるわけではないということを知って、医師と相談しながらちょうどいい距離感を保ちながら付き合う。効果には期待しすぎないというのが大事なんじゃないかなと思います。今日は 睡眠薬の眠りに対する効果をお話ししました。実は眠りを浅くしてしまうのでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。実は僕らってノウハウを見ただけでその人が睡眠薬を飲んでいるのかどうかある程度わかっちゃうんですよね。職業病ですかね。ではでは、じゃあね。